キリスト教の教義で、復活したイエス・キリストが、天に挙げられたこと、また、それを記念するキリスト教の祝日。イエスの昇天は、使徒信条や、ニカイアコンスタンティノポリス信条にも含まれている。復活祭と連動する移動祭日でもある。なお、日本正教会では、昇天祭との表記が、祈祷書などにおいて、正式な表記である。 世俗の用法と異なり、現在のキリスト教ではこの語を人の死の意味で用いることはない。キリスト教の正当信仰では、普通の人の死に際して起こっていることは、イエスの十字架の死と同じ現象、すなわち、読みに下ることであり、復活の栄光の体をもって天に昇る、焦点とは分けて考える。カトリック教会では、イエスの他に、聖母マリアが、 死後たちに天に挙げられたという信仰があり、これを聖母秘正点と呼ぶ。イエス・キリストの正天に関する記述が見られる第一の資料は、マルコによる福音書16章14節から19節である。その描写によると、イエスと弟子たちがエルサレムに近い場所にある建物の室内で席についていた。イエスは弟子たちに福音を述べ伝えるよう命じ、信じる者は毒にも倒れず、 病気のものを癒す力が与えられると言った。イエスは行為を得ると天に挙げられ、神の右の座についたという。焦点という出来事自体に関する記述はない。ルカによる福音書24章50節から51節の記述はもっと短い。イエスは11人の使徒とエルサレム近郊のベタニアに赴く。イエスは彼らを祝福し、天に挙げられたという。マルコでもルカでも 商店は復活後すぐに起こっている。その後、十一人が食事をしているとき、イエスが現れ、その不信仰とカタクな心をおとがめになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。それからイエスは言われた。全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は、 滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは、私の名によって、悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇を掴み、また、毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは、弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座につかれた。イエスは、そこから彼らを、ベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。 そして、祝福しながら彼らを離れ、天に挙げられた。焦点に関して、最も詳細な描写を行っているのは、使徒弦公録1、9から12である。それによれば復活後の40日間、イエスは神の国について語り続けた。40日の後、イエスと弟子たちは、ベタニア北部のオリベト山に集まった。イエスは弟子たちに、 精霊の力が与えられるだろうと告げ、福音を全世界に伝えよと命じる。イエスはそこで昇天し、雲の間に消えた。そこへ白衣を着た二人の男が現れてイエスがやがて、同じように再臨すると告げたという。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期は、あなた方の知るところではない。あなた方の上に精霊が降ると、あなた方は力を受ける。 そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また、地の果てに至るまで、私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて、彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去っていかれるとき、彼らは天を見つめていた。すると、白い服を着た二人の人がそばに立って、行った。 ガリラ屋の人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に挙げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。一見すると、これらの三つの記述は微妙に食い違っているようである。特にルカ福音書と、使と原稿録が同じ著者によって書かれたという伝承があるだけに、読者は戸惑いを感じるであろう。しかしよく見ると、 ルカ福音では決してイエスが復活後すぐに天に上げられたと言っているわけではないことがわかる。また、聖書学的には、マルコ福音書の本来の末尾は16、8であり、それ以降の部分は、広大の負荷であろうという説が有力になっていることにも留意する必要がある。マタイによる福音書は、ガリラヤの山でイエスが弟子たちに世界へ福音を伝えるよう命じて終わっており、 焦点に関する記事はない。マルコ、ルカ、主と原稿録以外では聖書に焦点に関する言及はない。ジョット作、主の焦点キリスト教はそもそも信仰上の理由から死を意味ことが少なく、そのまま死亡、死去、聖去などの語を用いるが、何らかの配慮が必要な際には逆に死生観の異なる仏教や神道に基づく表現を使うわけにいかず、 不自由することになる。使えない語としては、成仏はもちろん、天生を意味する、王女を霊界の存在を明示する、高い、奇跡に入る、復活の競技に定触するミンなどがある。そこで、独自の表現を用いることになるが、上記競技場の区別により、焦点、起点などの語を用いる。ただし、焦点は、戦後に、人の死去に対し、焦点を用いる。 神学的問題とキリストに対する不尊を避ける、遠慮から音を合わせて造語されたものであり、漢文に親しんだ世代からは、天を滅すとしか読めない、間違っている上にかえって不尊な表現であるという、批判がある。昇天祭、または昇天日は、キリスト教の祝祭日の一つである。キリストの昇天を記念し祝う。キリストの昇天の祝日は、 キリスト教の天礼歴の中で最も大きな祝いの一つであり、教派を超えて後半に祝われている。日本語表記は教派によって異なるが、主の焦点や焦点祭などと呼ばれる。この日は復活祭に連動して動くため、西方教会の場合早くて4月30日、遅くて6月3日になる。本来、焦点は復活祭から40日後のことで木曜日に、 当たるが、西方教会では、平日に教会に集まりにくい信徒の事情を考慮して、その次の日曜日に祝われる地域もある。カトリック教会では、主の昇天の祭日は大きな祝い日で守るべき、祭日とされている。現在は、プロテスタント地域である、スカンジナビア諸国、オランダ、ドイツなどでは、昇天の祝日は国祭日となっている。ドイツでは、 同日が父の日にも当たっている。また、インドネシアでも国民の休日となっているが、日付はずらされることがある。聖教会では、マスタカシといい、十二大祭りの一つである。聖教会ではこの日をもって復活祭機の終わりとするため、教会歴上の大きな節目の一つでもある。大西洋にあるイギリス領のアセンション島は、昇天の祝日に、 ヨーロッパ人に発見されたため、商店を意味する名前がついた。パラグアイの首都アスンシオンは、聖母の秘商店の祭日である8月15日に開かれたため、スペイン語で秘商店を意味する名が付けられているので、イエスの商店とは無関係である。ありがとうございます。